inside in the middle of the night. I feel away by the sun. やっぱね、ターン前半にどうポジションをセットするかっていうこと。前まではやっぱりそこのポジションがちょっとね甘かったんですよ、意識づけが。まあ前半って言ってたけど、もっと明確にしてきたんですよね。捉え方、順番もそうなんだけど、前は僕の中でもやっぱりセンターのポジションっていうのは分かってたんですけど、その感覚がやっぱりちょっとね、脚光で突っ張ってたんですよ。センター捉えようと思って、そう上から押さえつけるっていう意識がちょっと強すぎて、感覚的には若干突っ張ってて、逆の自由度がなかったんですよね。だから瞬時に角を立てるとかっていうのがちょっと難しくて、体が少し遠くにある状態とか、まあ、突っ張る分だけ遠くに入って、それを本当に真上から乗せるは同じ乗せるなんだけど、脚部の関節は緩く使っていたりとか、本当にただポジション取るだけ、内面的には押すとかはないし、乗せるっていう方に明確に言葉にすると乗せるに変えました。ただその先の組み立ては、まあ、重心移動の方法とかは変わらないし、やってきたことなんですけど、なんせ外脚の捉え方の意識を、明確に変えた。まあ、それはやっぱり R30 乗ってたりとか、カムイの中で乗ってたのは R30 なんだけど、ゲートの中に入った時にやっぱりそこを逃しちゃうと、入り口でまあ使い方間違うとどんどんターン大きくなるから、瞬時にスキーが内側に入ってくる仕掛けをもっと明確に作ったって感じですかね。そこだけかな。あとは、荷重方法が絶対にスキーを押し出さないタイプで、真上からかけ続けてるから。精度は、合宿では試してたから、いろんなタイミングとかを取って試してたから、まだまだだったけど、小樽予選のロングターンとかに関してはまあまあいい入り方してたかな。ショートはまだ正直、スピード域が上がった時にロングと同じターン入り口のところにまだ立ててない。けどそこに立たないと描きたい理想のターンはなくて、入り口にパンと立った時はすごいスキーが速く入ってく